はいどうもファンネルです。地球防衛軍5続きやっていきたいと思うんですけれども、ラストステージですね。かのもの、はい、こちらやっていきたいと思います。ということで装備がラピソーと、セントリーガンのランチャー、あとちょっとトーチカっていうかね、あのガードですね、エネルギーの壁を作り出して防御しつつ、コンバットフレームはニクス ZC、 これはコンバットフレームニクスの最終決戦仕様っていう風に説明で載ってますんで、こちら使っていきたいと思います。じゃあやっていきますか。でこれだけだと、まあ、うまくいけばもう10分ぐらいで終わっちゃうかもしれないんで、まあ、その場合はまたちょっと別なことも考えます。銀の巨人しますね。あの巨人は一体、これもちょっと懐かしいですよね。この炭酸飲料ね、某炭酸飲料のキャラクターにいましたよね、こういうの。抵抗するようなら、これどういうガードだ。あ、こういう障壁、お、意外と広いな。神話では卵型の宇宙船、こいつらも守ってやるか。神が降り立ったとあります。あれが神です。神です。もう攻撃していいのかな。あ、食らってる食らってる。これエイリアンもちょっと湧くんでね。トーチか、意外と便利。よいしょ、伝説の通りです。隊員が私の前に来るのはちょっとよろしくないね。エイリアン、なぜ空中からエイリアンが。空間転移です。ぐわーって、やべえ、くるくる。マザーシップが移動を続けています。あれ、もうトーチカ死んだ。このエリアで間違いないようです。トーチカ、我々が消し飛ぶのも時間の問題か。やべえな、隊員仲間にしたせいで私の前に来そうです。そんな、なぜだ。本当に、本当なんですか。何をするつもりだ。行くぞ、隊員よ。こちら D2 は、なんだあれは。本気出してきたね。奴の後方に光の輪が見えるぞ。目標、神の光。やばいやばいやばい、超級覇王デネーダー。まるで手品だ。何かトリックがあるはずだ。来るよ、長距離砲伝令弾かわせる。おお、そんなに飛距離はないのね。この兵器の秘密を暴かない限り勝ち目はない。ラピソーダイ、やべ、エリアン来ちゃった。ランチャー早く、ほら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 、いけー。今だけ持てば、ランチャー頼む。コンバットフレーム重傷のはずです。ヌヘン、勘違いだな。俺は戦える。回復アイテム早く来て、ストーム3。やばい、超級覇王伝令弾。トーチカもちょっと回復して、どこ来た。よし、乗る前に殺されそうな予感がすごいんだけど。乗った、よし。300しか減らなかったぞ。わあ、その地域の弱い生物は滅ぶ。死ね死ね死ね、このカノンに当たれば。もう乗っちゃえば。超級覇王でねえだ。外した。分かっている。オペレ
レーションオメガを発動しました。オペレーションオメガ、一体何をした。正真正銘最後の作戦です。残された全戦力を投入し、マダシップを足止めします。すでに戦力など、戦力はあります。各地のレジスタンスに攻撃を命じました。ナイスキック。民間人を外しちゃった。これより全ての人類は EDF の兵士となります。なんということを。装備もない素人に戦えというのか。民間人を EDF に。全員が死ぬぞ。神風を祈ってわずかな生存者を犠牲にするのか。誰もいない地球を守って何になる。誰もいない地球を守って何になる。この行為にはそれだけの意味があります。どんな、まいてな、玉切れだよ。我々は聞くのはいいんだけど、あれグリムリーパー隊来たんじゃねえの。なんかめっちゃ遠くにいんのか。また誰か呼ばれる。巨人が光り輝いている。第三形態だ。これが神の本当の姿。ちょっとグリムリーパー隊のとこ行きたいな。途方もないエネルギーを生み出す超存在、生物の域を超えています。生物の域を超えてるよね、そりゃ。あ、なんか湧いた。こんなの勝てるわけない。何湧いたんだろう。おー、だ、何見えないけど。無理です、こんなの反則です。あ、そっか、メテオやってくんだったっけか。燃えてんのこれ。一体何のために。暗いラプト。またエイリアン湧いた。エイリアンを呼んだぞ。よいしょ。おそらく親衛隊といったところでしょう。エイリアンさえ落としてしまえば。すでにエイリアンを迎え撃つ戦力などない。おーどうぞ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 。痛いけど全然効いてない。やべ、弾切れだ。コマンドシップを破壊したところで奴を倒せなければ意味がない。ストームは俺がお前の盾だ。もし逃したらランチャー頑張って。全ての犠牲が無駄になります。なんとかトーチカ置いて。なんという戦闘能力だ。もはや戦力と言えるものはない。我々は壊滅した。参ったな、やつらもなかなか強いぞ。痛い。弾ねえの、こっちも。投入可能な戦力なし。チェックメイトです。まあ、ストームワン頑張ってますけどね。受け入れるしか。あの人が残っています。あれ、苦しんでいます。苦しんでいます。わーだいめっちゃ飛ばされたよ。え、最後の攻撃だったの今。ニャローやってくれたな、本当に。もうミッションクリアの音が違う。ただの肉塊になってるよ。こんなの神じゃない。そしてアイテム拾えない。終わり。その瞬間エイリアンたちは知ったのだ。かの者が死んだと。
英雄が殺したと。彼らは呆然と立ち尽くし、うろたえ、ん？これなんだっけ、なんかシードでもこんな名前のあったな。やがて我に返ると武器を捨てて去っていった。戦いは終わった。マザーシップは、を抱き極空へと消えた。そして静寂が訪れた。人の声が響くことのない地球。かつての喧騒はこの星のどこにもありはしない。街は瓦礫、瓦解、瓦礫となり、人々はとなって横たわっている。人口は1割に減少。社会は崩壊した。法も秩序も失われ、世界は暗黒の時代へと逆行しようとしている。奪い奪われ、残されたわずかな人々が殺し合う世界がやってくる。だが希望はある。混乱はやがて終わる。世界に悪が蔓延することはなく、暴力が人を支配することはない。新たな正義が掲げられ、人々は秩序を取り戻すだろう。なぜなら我らがいる。我らは人を守り、平和を守り、この星を守る者。我らの名は EDF 地球防衛軍。まあある意味バッドエンド的な終わり方じゃないのこれ。これ私友人とちょっとオンラインモードでやってた時はここの最後のシーンはなかったな。いやいや、ここの BGM ももう完全にバッドエンドの BGM じゃないのこれ。大丈夫？いやー、地球防衛軍110ステージですね。オフラインで言うと、オンラインだと1個少なくなってんのかな。最初のステージがないはずなんでね。いやー、長かったっちゃ長かったんだけど、もうまあ途中で武器稼ぎしたらあっという間でしたよね。まあハーデストじゃなくてインフェルノの武器、インフェルノの武器っていうのもおかしいですけど、取っちゃったら、まあハードはね、まあ、かのものハードをやりましたけども、やっぱまあインフェルノの装備であれば、まあ、なんてことはなかったのかなって思うんですけども。で今時間で言うと大体15分。おお、歌が流れてる。いいですね。これ全部聞きたいな。この歌なんか兵隊というか兵士が途中勝手に改造した歌とかも歌ってたのありましたよね。はい、無事クリアですね。ということで、これかのものがラストステージですね。はい、クリアしました。ということで、なんかまあちょっとミッション的にはこれで終わりなんですけども、まあおまけで1個か2個なんかカノンモノのこうインフェルノかなんかとか、カノンモノハードモード別な兵科でやってみるとかちょっと考えますんで、はい、とりあえず一旦録画停止しますね。はい、ではおまけ動画といたしまして、エアレイダーで、ちょっといろいろ
考えてかのもののインフェルノ、クリアできるかなと思ったんですけども全くできませんでした。で他の陛下で、まあ、レンジャーでハードでインフェかのものやってみようかなと思ってやったんですけどこれもクリアできませんでした。ちょっと私のプレイヤースキルではもうどうにもこうにもいかんのでまあもう今回はそしたらイージーモードでこうどれぐらい早くクリアできるかなみたいなのをやってみたいなと思ったんで、装備はもう全力ですね。バルカン砲、ラプス砲、ランチャー、これランチャーに関してはちょっとエイリアンですね、周りのエイリアンを破壊するための。でこれレッドガードにしてある理由はちょっとやっぱスピードですね、近づいて思い切りやりたいんで。でレッドガードは2回目のエイリアン、まあ2ウェーブみたいな感じですか、意味合い的には2ウェーブ目のエイリアン倒すと多分呼べるようになるんでこれでいきたいと思います。じゃあイージーでいきますよ。まあ言ってもさっきちょっと別な方法であのイージー、やってみたんですけどそれでも時間かかったんで、敵の体力も多少は低いんだとは思うんですけどもどっちかというとこっちの被ダメージっていうんですかこっちが受けるダメージがだいぶ下がってるのかなっていう印象ですね。抵抗するようなら攻撃しろ。とりあえずゴリ押しますね。まだダメージ通らないんで。これどっかで一回スクショ取りたいな、正面向いて。であいつが多分攻撃を開始してからがダメージ通るのかなと思うんで。うん、やっぱイージーだけあってめっちゃ破片飛んでいく。で、ランチャーでこれはかわいそうなぐらいですよね、イージーモードの。下手したらランチャーもボスに、そうですね、弱い弱い。終わらせるよ。もうどれぐらい早く、時間計ってはいないですけどね。あっと、よし、ラッポーも。これでちょっと一回ランチャーを、これで超級覇王伝団やってくるようになってさせねえよっていう感じで。あ、もうエイリアン湧いてた。参ったな。これ今エイリアン分かれても、エイリアンを倒してランチャーがまだね。バルカン、よっちと。エイリアンを倒すことによってレッドガードを呼べるようになるんですけど、あれまた呼べない？あと1匹ぐらいエイリアンいなかった？いないのかな。やべ、初級派おでんだ。来たー、危ねえ。そんな魂のこもらぬ初級派おでんエイドは効かんよ、私には。だからお前はアホなのだ。しかし、すでに戦力など、よいしょ。戦力はあります。各地のレジスタンスに攻撃を命じました。そう、レッドガード呼べるようになると思ったのに呼べなかったな。間違った、ランチャー落ちた。まあいいや。初級覇王伝営団で、よし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 。神風を祈ってわずかな生存者を犠牲にするのか。誰もいない地球。くれ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 。この行為にはそれだけの意味があります。やべ、長距離砲伝営団、違う、かかとと違う。どんな犠牲を払おうと、我々はもうそろそろエイリアン湧くんじゃない。いや、しかしイージーのくせに勝てえな。キャンセルした。
来る？来た。苦しんでいます。あれ、もう終わった。なんという戦闘能力だ。あれ、あ、もうこのタイミングになると壊せるんですね。神の本当の姿。そっか、やっぱりある程度。いや、待て。重武装のエイリアンです。セリフおかしいよ。終わってるよ。もうといったところでしょう。すでにエイリアンを迎え撃つ戦力などない。もうダメか。もうこれエイリアンも来なくなっちゃうんですね。すいませんね、アイテムを取る音だけが響きます。まさかバグんないよねこれ。我らは砲兵隊、燃えたぎるとなんかやられて終わったみたいな感じになってますよ。エイリアンもなんか倒してないんで。はい、終わりましたね。こっちの方がいいかな。ちょっと前にその違う方法で撮ったイージーの、かのものの動画もあったんですけども、そちらちょっとあんまり面白くなかったんで、今回のこれ採用ですね。もういかに早くこうクリアするかみたいな。まあさすがにインフェルノの武器で挑んだら、こんなもんですね。まあ、5分は経ってますけど、まあ大体5、6分ってとこですね、クリアするのに。はい、ということで地球防衛軍、無事クリアですね。この110ステージですか、オフラインで。いやー長かったですね。いやでも面白かったです。はい、まあできればこうやるなら、こう友人とっていうかフレンドと一緒にこうオンラインミッションの方でやっていくのもすごい面白いんでね。私オンラインミッションの方で1回なんですか、ノーマルモードなんですけども、可能ものまでクリアしてたんで、まあそれでオフラインモードそういえばクリアしてないなと思ったのが始まりで、まあハードで動画撮っていこうっていうことでやってったので、はい、ぜひ皆さんもね、オフライン、オンラインともにやっていってみてはどうでしょうか。もうだいぶ出てから経っちゃってるんですけどね。もしかしたら DLC とかも今後出るとは思うんで。はい。ということで、今回の動画プラス地球防衛軍5は以上になります。まあその DLC 出て、まあできたらやっていこうかなとも思ってますんで、まあその時はその時で、はい、またちょっとやってみたいと思いますんで。はい、では今までご視聴ありがとうございました。また別の動画でよろしくお願いします。ということでありがとうございました。さようなら。